時刻は6時56分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは数量制作学者、高橋洋一さんです。高橋さん、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。 ええー、緊急事態宣言も解除ね、完全に解除ということになって、ええ、だいぶ街に人が増えてきた感じありますけど、ええ。玉井さんどうですか家から出るようになりました <laughs> 出ますよ。<laughs> 最近は。徐々に出るって感じですか徐々に。うん。まあ、あれですね。でも、戻ってきたんですけどね。ええ、なんか、ええ、まあ、半年前と比べると、まあ、ちょっとねって感じですね、まだね。あ<ー> 映画も好きですよね。映画好きですよ。あだから見るようになりましたよ。あの、要するに解禁になってから。あ、劇場に行って見ますよ。あの、ま、実は、あの、今日もいくつもいいですけどね。なるほど。そうか。この後、日本村の周りにもいっぱいありますね。そうそうそう。お目当てなんですかお目当ては、やっぱり今まで見てなかったんでね。あの、ちゃんと劇場で見たいと。で、今、一席ごとに、空いてるんですよね。あ、そうですよね。隣の席に人はいれない。だから、ま、結構楽に見られるって感じですね。

6月24日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量制作学者高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。 沖縄戦から75年慰霊の日平和記念公園で戦没者追悼式この島が平和交流の拠点となるべく国際平和の実現に貢献する役割を果たしていくために全身全霊で取り組んでいく決意をここに宣言しますお聞きいただきましたのは追悼式での玉城デニー沖縄県知事の平和宣言の一部です 太平洋戦争末期の沖縄戦から75年慰霊の日を迎えた沖縄では昨日最後の激戦地となった糸満市の平和記念公園で沖縄全戦没者追悼式が行われました今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため規模を縮小して営まれ一般県民の参列や安倍総理の招待は見送られました、えー、普段はおよそ5000人が参列ということなんですがまあ、今回は160人 こういうことで、だいぶ少なかったと、うん、こういうことであります。 まあね、非常に75年ってで痛ましい話なんですけどね。はい、えっと、まあ、この平和宣言ってのを読むと、なんか、普天間の話とか、まあ、そこそこ出てるんですけどね。うんうん、まあ、その、はい、言いたい気持ちはわかりますけどね。うん、要するに、沖縄のそばで考えると、例えば尖閣とかは、うん、あの、まあ、連日、はい、ね、あの、了解審判があってね。ええ、中国ね。すごい状態ですね、はっきり言うと。うん、もう、あの、だからあ、ある意味で平和っていうの、沖縄の、その足元、 ね、あの石垣の尖閣だ、足元でも結構、優雅されてるって事実もあるわけなんですよね、はい、そのあたりはどうなんですかね、こなんかあの、冷戦期とかよりも、うん、この、まあ、沖縄に対してのプレッシャーというか、その戦略的な価値みたいなものがものすごいですよ、要するにもう完全にあの中国は、ね、海洋国家としての意思をはっきりしてるわけなんでね、はいであの、沖縄、尖閣に起こってる話って予測するのは結構簡単でね。う 南シナ海見てればいいんですよ。はい、で南シナ海見てる話っていうのは、多分2年後ぐらいにはね、大体起こってるんですよ。うん、で、南シナ海どうだったかっていうと、いろんな流有圏の話があって、はい。まあ、規制事実化して、まあ、もうはっきりと基地も作っちゃったってレベルになって、その時に、最初ね、ねあの、ベトナムとかそういうの漁船を追い出すっていうこともしてたり、途中で打砲してたり、はい、今は、沈没させちゃうってそういうレベルですよね。うん、ぶつけて沈没させたりしてますね。だからそれをちょっと前に見て、みれば、 尖閣の状態が考えてみると、まあ、この間、あれですよね、あの、尖閣の近くに来て、漁船を、日本の漁船を追い回しましたよね。はい。了解の中でね。だから、それはどんどん徐々に徐々,に,徐々に,に一歩一歩が来てるんですよ。次は、あの、打歩ってなりますよ。ああ。 仮にですけれども、まあ、あのう、拿ということになると。そう,う。ね、中国側が、あの不当に主権だと言って行使をしてくるというる。だから今、いろいろな、あの中国の活動がすごく。 すごくなってるから、ディスピューティーとっていったね、要するに紛争地域っていうふうなのは、世界の方にイメージをどん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 広めてますよね。紛争地域っていうのイメージを広めるっていうのはたぶん中国の戦略なんですよね。イメージが広まった時にんですこれ、もともとだから、揺るぎなき日本の領土、領海で、主権が行使されてるところにもかかわらず、ある意味、そこが紛争主体だというふうに見せることで、 ある意味、中国側に一歩引っ張るってくるわけですよね、何もなかったところを。うん 問題があるんだというふうに言うことはい。だからそういう状況に今なっていて、うん、あの、連日ずっと領海の中に入っているってこと自体は、無害通行権の話と全く別なんで、はい、聞いてもひどい話ですよね。うん、だからそれで、おまけに5000トン級っつってね、はい、もう世界から見ると軍隊みたいなのが来てる。海上保安庁に対応する組織だって、警察組織だって言うんですけど、中国の場合そうじゃないですよ。海警、うん、という。海警っていうのはまあ完全にま軍事組織に行ったんだし、うん、あの、もう完全に、あの、軍事 の中で連動してやるっていうことで、それで会計を使ってやるっていうのは強制外交って言ってね、外交の分野ではもうこれひどいやり方っていうので結構有名なんですけどね、それ平気でやってきてますから、彼らと中国としては外交の一環としてやってきてるレベルなんですよね、だからもう、日本のほうも対応しなきゃいけないんで、戦闘級が来てて,て、日本の海上保安庁のほうが戦闘級なんでね、そこで並べるとどっちがあの要するにあの優勢でね、どっちが支配してるかっていう絵にもなるんですよ。だからもう,こう,いう そういう状態になってるっていうのは、あの、沖縄の中で起こってる話ですけどね。はい、えー。大変ですね、今ね。うーん。うん、だからその当該の都道府県の首長として。どうすんですかね。まあ<や>もちろんね、外交、国がやるっていうところではありますけれども。ええ ただ地元がどううするっていう、ね、完全に主権が今、侵されている状況というわけでね、うん、確かに沖縄戦の話、重要なんですけどね、それともに今の話っていうのもねバランスよく、ね、やっぱり言った方がいいんじゃないかなと私なんか思いますけどねまずは沖縄慰霊の日についてでありました続いて C の日本放送ニュースですおはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらですアメリカボルトン前大統領補佐官が回顧録を出版 アメリカトランプ大統領の側近だったボルトン前補佐官の回顧録が23日に出版されました。回顧録ではトランプ大統領の政権運営について知識に乏しかったと指摘するなど大きな反響を呼んでおります。えー、予約の段階からベストセラーリストで第1位となりまして公式出版の前からその内容について話題となっておりました。 まあ話題というか結構なんかもうポロポロ出てきていました <laughs> そうですね。えー、はっきり言って楽しみですよ。<laughs> お<ー>えー、今はほら、あのー、まあ、直接の本じゃなくても、はい、電子書籍でも簡単に取れるでしょそうですね。<laughs> 今さっき、あのー、ちょっとサイて見たんですけどね。サンプルは送ってくれるんですけどね。なんか、<ー>うん。でも、だからちょっと他のアカウントでまたトライしてみようかなと思って、<お>電子書籍すぐ読もうと思ってます。なるほど。えー、まあね、あのー、 多岐にわたっていろんなことが書いてますが、まあ日本と対応するところだと、やっぱ北朝鮮に対しての、まあトランプさんのこうやり方。スタンスね。スタンス。まああの、なんか、萌え聞くと、その、2018年の6月の初め、初めての米中首脳会談で、実は共同声明の中に拉致問題入れるって話だったけど、うまく、まああの北朝鮮の方が反対してうまくいかなかった。これなんか、そうかなと思っちゃう記述ですね。やっぱりあの、 トランプで一応、一応やってくれてるのはやってくれてるのかなって、うまく一回いかないからね、交渉なんで分からない,、はい、らないですけどね、えー、これね、もともとトランプさんとキム・ジョンウン氏が会うっていうのも、韓国側かがかなりご提案をしたというような、うね、むしろあのキム・ジョンウン側を説得したというようなことも、ボールドさん、書いていて、えーえー、なんかね、 金正恩サイドが、こう熱望していたんじゃないかみたいなことが言われてましたけど、そうじゃないんだ、うん、と。いうことが出てきていたりとか。うん、まあ、日本に絡むところで言うと、あの基地負担。 とうとうのあ<ー>、まあ。あの、ま、あの、中流費負担を大幅に増やすみたいなことがね、えっと、それは多分ね、あの、ボルトンは言ってるんですよ。言ってるんですけど、まあ、日本側の方は正式提案としてはね、はい。受け取られなかったっていうことを考えてみ、というふうに見ると、まあ、あの、菅官房長官の会見と、このボルトンの,の話っていうのは、ま、表則があるんですね。うん。まさ言ってるのは言ってるんですけどね、要するに正式な話じゃなかったと。はい、ま、もちろん普通の話ですとね、も ちょっと、後に言うのは当然なんでね。あの、要するに、来年の3月ですからね、期限切れが。なうですごい前に言うわけないし、あければ。それだけの話で。ただし、ブートンは言ったか言わないかって話したら言ってると。ただし、正式提案じゃなかったってことなんだと、私は思いましたけどね。うん。まあ、その辺は、まあ、まだこれ、そういう意味で、ジャブの段階だったと。そうでしょう。とりあえず言って。まあ、言うのは言う、言うのは自由ですけどね。だから、それを正式かどうかと。じゃあ、それが正式じゃなければ言われた方は、あ、そうですかって聞て。 てれば終わっちゃうんですよ正式な話だと、後で答えを出さなきゃいけないでしょ、答えを返すか返さないかだけなんですよ、答えを返さないんだったら、ああ、そうって終わっちゃうって、それでそれでいいんですよ。まあ、いちいちそこにね、対応していたら、きりうがない、だからこういうのって、外交交渉でよくあってね、正式になるとやっぱり、いついつまでって答えをはっきりしなきゃいけないでしょ、態度、そこが問題なんですよね。それから まあこの、ねえー、中で、えーまあ、北朝鮮との交渉、ねえー、米朝の首脳会談、まあ、第1回はあシンガポールであって第2回ハノイでありましたけれども核のお施設の放棄と、はいはいお 一体で、え制裁をこう解除するみたいな理由っていうのも、トランプさんだったらやりかねなかったけれども、まあ最後は安堵したみたいなことがね、書かれていたりしますそうですね。だから、なんか全部が嘘とはなかなか思えないから、まあそれはそれで、今の段階はあの選挙の前ですからね、米国の大統領選挙の前なんで、トランプ陣営としては全部嘘だという言い方なんでしょうけどね。まあなかなかあれですよね、このタイミングに出すのは商売、証拠もあるしね、なかなか面白いといえば面白いですよね。トランプ としたたまったもんじゃないでそうですね。秘密保持っていうのがあるから、はい。それの違反っていうのでね、あの、公務員でも、あの、要するに、君情報は後で漏らしちゃいけないんですよね。だから、そういうには触れる可能性あると思うんですけどね。でも、まあ、その段階で出たって、逆に言うと、でも、そういうふうに、トランプ陣営が焦るんだから、言ってる、はい、書いたある話は本当かなって、矢馬的にはね。矢馬的に思ってしまいますね。すね。 えとういう、まあ、真偽は分からないというふうに、はいはい、なっておりますえでは、続いてのニュース、こちらです <music> イージス・アショアの配備計画停止、今後の安全保障戦略を検討。 地上配備型迎撃システムはイージス・アショアの配備計画の停止を受け安倍総理は昨日自民党の役員会で安全保障戦略のあり方について検討を進める考えを示しました政府与党一体となって新しい方向性を打ち出していきたいとしております、えー、政府は今日にも国家安全保障会議 NSC を開いて、まあ、これを議論するんだと あの、与党の中ではね、敵基地攻撃能力なんて話も取り沙汰されますが、タワ、うん、さん、まずこのイージスショオの配備計画停止どうご覧になりましたか私はね、うん、<laughs> あの、公式の説明が、要するにブースターをどこに落とすかって話をね、持ってきたでしょそれは説明としては、まずね、あの、意はいろんなわかんないですけど、説明としてはちょっとないなって正直と思いました。というのは、あの、ブースターってのはどんな、あの、要するに迎撃ミサイルでも大体あるんですよね。今までの過去の経緯で見ても、例えばナイキってのがあった時に、確かついててましたけど、その議論ってブースターの話なんて出たことないじゃないですか。それはなぜかっていうと、その 目的っていうのは、実は多分何十万人かの命を救うって話なんですよね。で、ブースターの話ですとね、せいぜいね、数百キロの話だから、うんあの、うん、軽自動車が山の中に落っこちるってレベルの話なんでね。 そしたら、それは死者、死亡者と考えたら、もうほとんど、うん、ゼロっていうレベルになるんですよ。うん、確率的に考えるとね。はい、街中起こったら多分数人ってそういうレベルなんですよね。まあそう、ね、軽飛行機がどっかに起こったって、そういうレベルなんですよね。うん、そうすると数人の話と数十万人の話は、比較検討に値しないっていうことで、うん、実はどこの国も大体こんなのは、あの、守る目的に考えたら、このくらいの、まあ、リスクっていうのは仕方がないと思って、うん、あの、無視するってレベルなんですよ、うん。他の国も全部一緒ですよ、これ。 だからそ,れをそれを理屈に持ってくると、それじゃ迎撃をしないのというふうに思っちゃうんですよ、これをリスクだと、すべての,あのなんか迎撃システムなんかは、た、はい、稼働できなくなっちゃうっていうレベルになるでしょ、うだからすごく不思議に思いました、はっきりとね。まあ、ゼロリスクを求めるっていうのは、これは安全保障の世界では、何もしないのと同義になってしまう。普通ははここれれれない話を言っっってててきてるの変だとと思ったしそれとあとこれは陸上自衛隊がやってるから 海沿いじゃなくて、秋田は海沿いなんだけど、山口は海沿いじゃなくて、10キロ離れてるから、その10キロの間、どっかに落っこちるかって話で、それでそもそも、なんか陸上自衛隊の基地に落とす,落とすっていう話したから、これはないなと正直と思ってまして、こんなのどっかに落っこちるのは、落っこっても別に大した話じゃないし、それで陸上自衛隊で議論すればそうかなと、ただ海上自衛隊の基地だったら、全部海沿いですから、なんも議論にもならないなと正直って思ってたんですよ。海に落ちると 海に,落ちるか海に落ちれば大した話、何もない、問題にはないってレベルですからね、だからそれはすごく不思議で、なんで陸上自衛隊でこれを運用するのかも、私は実は分かんなかったです、あ,<ー>あの普通のシステムは海上自衛隊のシステムなんで、普通に運用するんだったら足輪にしたって、実は海上自衛隊が普通だと私は思いましたけどねあーイージス艦のイージスシステムをまあ陸上に上げたような形だから、うん、だから、わざとあの部隊を変える必要はなくて、そっちの方がシームレスな方で、あで、要するに防衛を考えたら、はい、あの自然なんですよね。 だから、すごくこれはもともと不思議な案ああだなと私は思ってて、うん、ちょっと他の国も調べてみたら、足はっていうのは大体あの元々海、もともと海のほうがやるっていうの、が普通ですかねかだから、そういうふうに考えると、なんか日本,だけどし日本はどうして違うのか、よく分からなかったですね、私はね。まあ、どういう思惑があったのか、今まで言われたのはあのー、イージス艦の方の負担を軽減させるためだっていう。うん うん、で、そこでその人員とか確保できないのもあって、陸上自衛隊の方に回ったのか、<laughs> どうなんですかね、これねそれは、あの、えー、人員を確保すればいいだけの話でしょ。うんえー、それを別のところで確保しようっていうのは、それはあの戦略上のほ戦略上のことを考えたら無理がありますね、そっちのほうが。う まあ、あの、海の、海の上で維持システムを扱ってる人が、まあ、ローテーションでこっちも回ってくるっていう方が、えー、まあ、人のやりくりもしやするし、そうです足りなければ、人員を確保するだけですよ。うん、うん、プラスオンで。そう、プラスオンで確保するでも、もしくは、陸の方から余ってるんだったら、それを回してね、あの、ま、回してやるって方が普通ですよ。うん。一つの、うん、その、系統システムの話の中で、欧州輪と海上の話をシームレスにやるってことを考えればね。うん、まあ、これでね、 で今回、停止ということになって、じゃあ、どうやってミサイル防衛をこれから先やっていくんだっていうね、当、ね、面はあの、要するに会場のあれやるって話でしょ、はい、まあ、術かに頑張ってもらうしかないって話になりますが、<laughs> うん、だったら、本当に、理由はっきりした方がいいですよね、これね、あのこの理由が他のに発揮するような理由を私はあ,のあんまり好まないんで、えー、その意味では、えー、なんか、ブースターの話なんて、はっきり言うと他のなんかの防衛システムに影響が出ちゃうといけないのでね、そっちの理由ののね、私 変だと思いましたけどね。なるほど。まあ、そうですよね。ミサイル、システムって、まあ、現役の部分って。これだけじゃないですからね。ブスって大体ありますよ。推進装置ですからね。そんなもんは、あの、そんなもんは、地域お、伺えちゃうかもしれませんけどね。何を守るかっていうのの比較考慮だけですから。ええ、この時間、高橋洋一さんとお送りしてまいりました。おはようニュースネットワークでした。 放送飯田康次の OK コージーアップ。教えてニュースキーワード。七時二十六分です。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。<noise> 中国版 GPS 北斗。 中国は昨日、中国版 GPS とも呼ばれる独自開発の衛星即位システム、北斗を構成する最後の人工衛星の打ち上げに成功しました。これにより中国はアメリカの GPS に依存しない独自のシステムを開発させたことになります。えー、完成させたことになると。え、いうことで、まあこれね、まあバンバン宇宙にこう向かって、 手を広げてていいっるとう感じもありますがそうですね、システム自体はパクパクってコピーすれば簡単にできるんですけどね、そういう意味ではそんな難しい話じゃないと思うんですけどただ、これ、いろんな国が使うってことになると、要するに GPS ってグローバルポジショニングシステムって言ったんですけど、位置情報とかそういうの、ビッグデータって、中国に抜ける可能性もあるなと私なんか思いますけどね、そうするとますますね、そういうのデータ抜いてね、なんか、

まあ、兄弟になるかなっていう気もしますけどね。なるほど。でもね、あの、ちょっと軍事利用じゃなければ、民間だとね、二つのシステムあった方が便利は便利かもしれないですよね。ああ。二つやればいいか。アメリカの GPS と両使って両使民間であればね。ただし、ちょっと、軍事情報の話なんか出すと、はい。まあ、使えないでしょうね。うん。そこ間違ったら、だってとんでもないことになっちゃいますよね。ええ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 あるいは、こうね、情報抜かれて、抜かれたら大変なことあの、抜くのは、あの、技術的に できますよね自分のところで打ち上げてる衛星ですもんね。そうそう、そこって経由してやるから、はい、だから、まああのー、衛星電話を抜くのと似てるレベルなんで、ね、それは抜くことは可能だし、してるはずでしょ、うおそらくなるほど。うん、まあ、日本はアメリカの GPS を使ってるということを考えると、<laughs> そうでしょ。アメリカも当然、こう見ては、抜てるでしょ、うん。いざという時には抜けるような状態,、はい、状態、あとね、有事になったらね、ぶつつと切れ,切れるような状態にはなってると思いますよ。 なんか、あのー、ね、編集とかがあるとカンナビがずれるみたいなことが、都市伝説として言われたりもしますも <laughs>、うん、それはその差もありなんていうことでね、だそれは中国も考えた自前のシステムってことなんでしょうけどね。はい、うん。あのー、だから日本の場合は、そのコス,トコストパフォーマンス考えて、ええ、ここだけ自前したところで、他のシステム全部ね、うんうん、アメリカですから、はい、あのもう今更ら無理だと思いますけどね、日本でいろいろ考えるのはね。ああ、なるほど。ええ、まあね、自前の速衛数で導きっていうのを、いくつか打ち上げてはいますけれども、 えー、だからそういうのは自前でちょっと持ってるのは重要だってことなんですよね。日本だってい,いざという時には、まあ、自前で開発できるかもしれないってい潜在力だけを持ってればいいんだと思いますよ私あでも実際の運用とかあるいは国を守るってことになると、うん、当然日本の場合は日米安保というものがで出ないと安に守れないわけなんでね例えばイージス艦なんかでもねいろんな連携取ってデータ受いと、はい。ええええ もうやり,やりようがないわけですからね。うん、でただ、中国の場合はこういうのを考えるのは分かるのは分かりますけどね。ただし、これを利用すると抜かれるっていうのも多分確保していた方がいいなというふうには思いますけどね。そうすると、うん、まあこの宇宙分野でもどっちの陣営に入るかみたいなことがこ、ね、そうですね、だから、まあ、ジ GPS だったら両方使うのはありえるんだと思うんですよね。民生利用であれば、うん。民生利用であればどっち使ってもいい。どっちもある、両方あってても別に不都合はないと思いますよ。うんうん、あの だから例えばスマホでね、中華製と、あとそうじゃないの持ってたら2つチップがあるわけでしょ、そうい2つを見比べてみて、私はスマホは2台持ちなんでね、日本でも、もしくは利用できるんだったらどっちでもいいやらと、私なんか思ってますけどね。あちょっと位置情報を見て、あ、ちょっとどっちが正しいって、いつも見ればいいんですよ。<laughs> そういう便利に使う部分は、まあ。 ああ、両方使って。そうね。でも中国の人ってあれですよね。私の好きなポケモン Go なんか GPS を使うね。うんうん、有力なアプリですけどね。はい。あれは使いませんからね。 ググだからなるほど、なるほど。そっか、そっか。お気の毒に。うん、中国国内では。無理ですね。無理だうん、だからまあ、あの、両方使える方の国民の方がハッピーかもしれませんね。うん。でも、このまあ、特に軍事の面でいうと、この GPS、この衛星というものが非常に重要になってくると、今度はじゃあそれを守るのにどうするっていうの話にもなってくる。そうですね、衛星撃ち落とすのも簡単ですからね、はっきり言えばね。中国はそれこそ10年以上前に、地上からミサイルで、まあ、衛星の破壊事件というのは、 簡単、ね、にできますからね。うん、うん。だから、それを守るときにどうするかって言うんですけどね、はい、まあ、たくさん衛星もありますからね、でも衛星もたくさんあるんですけどね、あの、正式軌道にしなきゃいけないとね、はい、ある程度の数しか無理なんですよね。ああ<ー>。だって、あの、物理的になんか距離も決まってきちゃうからね。そうしたら、だからそろそろ満杯になってきてるんじゃないかと私なんか思いますけどね。うん,うん。まあ、そしてね、古くなったものをじゃどう処分するかっていうのも、これ実は大問題になるんですよで落としは言ってるんですけどね、はい、意外に丈夫だから、そのまままって。 もう昔になったらそのままね、落とせば燃えすぎちゃうってことだったんですけどね。なるほど。まあ、宇宙もあれですね、あの、どっちの自衛に入るかって、もう本当に気なくさい世界になってきて、はい、宇宙もあれですね、みんなのものじゃなくなってきてますね。何かルールを作らないとこれから先行けないんじゃないかと。ね。だから宇宙軍の話なんか出てきちゃって、はい、自衛隊もあるんでしょ、この宇宙の。 うん,うん。そう,そう、うん、国自衛隊の中に宇宙作戦隊というものができるという話ですね。すうん、だ,だんだん、その、すごい世界になりましたね。なんか、ね、それこそ、レガー政権の時にスター・ウォーズ戦略なんてものがありましたけど、えー、どんどん現実化していくんですか、ね、どんどん現実化しますよ。レーザー兵器も現実化するでしょうからね。うん。なんかもうなかなか大変ですねっていう。だ <laughs> からそろそろ中国も派遣をやめていただいた方が、世界平和のためになるんじゃないかなって気がしますけどね。う,ん,うん。でも、中国の夢だそうですね。まあ、来年が、あれでしょう 共産党何十周年かって記念行事あるでしょう、そこまでなんとかして、ね、香港の話もむちゃくちゃやってますけどね、それを考えると、多少もむちゃくちゃもあるんでしょうね。今日のキーワーワド中国版 GPS 北斗でした 時刻は7時35分です。さあ、メールやツイッター様々いただいております。生活様式変わったよというね。えー、この方は相模原市の吉子さん25歳、会社員の方ですね、えー。新しい生活様式になって会社でもここでのウイルス対策で毎朝、えー、次亜塩素酸水で自分のデスクを拭いたりしています。大きな声も出さず何かあるときは LINE でメッセージを送ったりしています。今までないようなことをやるにあたってはこれで本当にいいのかなと思ったりもしますが、 これが今後普通になっていくのかなと思いますと。さっき今のココでって言ったら、ココアの話してんのかと思ってるアプリのね。アプリのね。厚労省の出したのアプリね。私入れましたけどね。入れましたかあれ出たんですけどね、ポケモンゴールがダウンロード少ないから、なかなか大変ですね、あれはね。なるほど。初速での。初速、あれ一番最初が。ちょっと言う、ね、あの、全国民のスマホを有意して6割でしょあれ全部言う。 全部の人が入れないと役に立たないんですよね。ああ、そ,そうか、そうか、ん、そうか。全体でそうですよね。ないでちょっと苦しいんで、もうちょっとね、ピアでしないと。うん,うん。確かにそうですよね。いや、しかしこれ、なんか、隣とのやりとりも LINE でって、昔、あの、面と向かってやらずに全部メールで送ってくる若者みたいな問題になりましたけど、うこ<れ>でそういうのが普通の世界ですね。今ここだってアクリル板で、みんなあれじゃないなそうそう目の前で。<laughs> アクリル板があってね。ちょっと違う雰囲気じゃないですか。<laughs> 確かにね。<laughs> <laughs> さあ、この後は、はだみちこさん登場、いってらっしゃい。今日のテーマは、給食についてです。Okay. 時刻7時44分になるところです。お送りしております、日本放送、飯田浩二の、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と、新庸一花がお送りしています。 今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ !5 月の全国百貨店売上高、前年同月比65.6%減少。 日本百貨店協会は昨日5月の全国百貨店売上高を発表しました。前の年の同じ月と比べ65.6%の減少となっておりますえ。過去最大のマイナスだった4月の72.8%減少からは持ち直したものの8ヶ月連続のマイナスで低迷が続いております。 これ持ち直したって言っても、7割強のマイナスから7割弱のマイナスになった7割のって一緒じゃないですかいやあの、このくらいの差ですとね。<ー>いや7割のマイナスの,のマイナスって続いたっていうのを普通に読むのが普通でね。<の>65.6とかね。<ー>あの、この、大体いいね、統計数字読むときに、はい、上の一番上のいい たしか意味ないんですはっきり言うとだからこれ65.6まで書いてあるけどね。別にこんなので5.6なんかどうでもいい数字ないよね。まあ60%から70%ぐらいだうんうんうん。正午にして7割でしょ。だからあの、4月が7割減。今月も7割減って。前年同月比7割減って。多分それが正しいんですけどね。これはきついですよ、これは。だってやってないんだから。あの、これはね。六6月になるとさすがに動いてるから。まあちょっとこんな数字じゃないんでしょうけどね。でもこれが多分前年プラス なんのはいつになるのかって予測するのはちょっと難しいんですけどね。あのね、多分ね、3ヶ月や半年ぐらいはね、はい、なかなかそうならないですよ。やっぱりそういうもんですか。そういうもんですよ。あとは人間の行動って一回変わるでしょそれが徐々に前に戻るってなかなか時間かかるの。はい、うん。うんだからこれはそう簡単には戻んないし、百貨店はね、もともとちょっと基調がね、えー、うまくいかなくてね、やっぱりほら、あの、専門店とかそういう、あとネットで買っちゃうでしょうだからなかなか苦しいと思うんでね、これ、 ここが前年プラスになるのはいつかって予測するのは結構大変ですよ。なるほどね。そうですよね。だからどうするかって、まあこれ一番悪いところが出てると思ってね、特計を見てるんですけどね、景気全体も多分3ヶ月で戻ったらもう奇跡的な話でし、半年ぐらい戻んないってのは普通じゃないですか。なるほど。まあコロナ、日本で影響で始めたのは3月ぐらいからですよね。そうすると半年、まあ今年いっぱいはってことですかそうですね。うまくいけばね、 いつからあの再開してるから、9月、10月に行けばね、はいあのよ、前に戻ったらね、こうのじってレベルでしょううんああ、下手すと今といっぱいぐらいっていう可能性もありますね、うんうんだこれはまあ、あのこれから景気対策ね、はい、3段はどうやって打つかって話になるんですけどね、あ<ー>それはもう、あの臨時国会までの2段の二次補正までですと、足んないのは間違いないですよ、うんこんだけあの売上減ってるってことは、有効需要が減ってるんですけどね、GDP 減ってるから、はい どっかで穴埋めしないと、この影響は多分ね、うん、本当に穴埋めしないと何年か続いちゃうんですよ。ああ年単位で続ますか年単位になっちゃうから、だから早く埋めた方がいいんですけどね。だからこれは、あの、秋に臨時国会やると思うんで、はい、そこでまた三次補正って必ず出てきますからね。これ、まあそのギャップ、どのぐらいの規模だと思います ?GDP で考えて、はい、えっと、1割か2割の間。 だから50兆から100兆の間ですよ。で、あの二次補正までで有効需要は多分50兆ぐらい埋まってるんですけどね。はい、多分それじゃちょっと足んないから、あともう一回同じようなのをやるってレベルじゃないですか。うん。はい、まあね、あの、日本の経済そのものっていうのがもともと、 ああんまりくなかった消費増税の影響もだから、影響大きいですよねだから穴埋めをしたところでもともとの悪い基調に戻るぐらいのものにしかすぎない穴埋めしないと影響がょっと出ちゃいますからね、失業になりますんでね、んか穴埋めしないと、失業になって出てきちゃったら大変ですから、もう失業に現実で出てますけど、それをなるべく少なくするって、下手すると失業率って5%とか6%になっちゃうんですよ、何もしないと。 いかななよようにどう,いう,ふうににどふ対策打つかって話なんですよね一位補補正正と二次補正はまあ水はそこそこそそ出てるんでね、はい、そういう意味では、あれが回っていけばいいんですけれど、えー、まあなんか、休憩もすごく遅いですね。んなんか、5月いっぱいできるなんて、嘘でしたね。全く。できないですよね。やっぱりだから、消費税減税とか社会保険料の減免の方が早く効果が出ますね。まあ、そこまでいけるかどうかってところですか 総裁選でもあれば、あ総裁選っていうかね、はい、結構、総選挙でもあると、そういう議論にはなりやすいんですけどね。一時期そんな噂がこう秋口に どううなんだって今、火消しに入ってるんでしょうけど、でもね、今ね、国会議員ってやることないわけですよ。要するに、あの、東京オリンピックなくなっちゃったでしょ。で、集まる会合はあるんだけど、あと海外も行けないでしょ。国内で集まるでしょ。その話ばっですよ、みんな。だって、よく考えてみたら、来年の10月に衆議院任期来るでしょ。そして、その、来年に解散するの、オリンピックもあったり、なかなか難しいんですよ、事実上。そうすると今年しか残ってないねそうすると秋しかないねと、みんな思う、思いますよ。 まあで、11月を超えてくると、就院任期いよいよ1年を切ってくるから。1年来てくる。年、大体今までのパターンも2年と、三3年弱っていうのさ、はい、2>, 2年7ヶ月かあ、2年、2.7年か、2.8年ぐらいなんです平均的には。ああ<ー>、だからやっぱり3年。4年あるとはいえ。3年以降はほとんどないんですよ。うそうするとね、やっぱり今年の夏、秋っていう話になっちゃいますよ。うん、で、あとはこう、いつなんだみたいな話よね。それでみんなが盛り上がっちゃうと、そうなのさらさる得ない時もあるし。うん。 うんうん、まあでもね、そうすると解散するためには、ね、一度国会は召集しなきゃなんなそう、臨時国会よね、だから補正予算でために収出するんでしょ、うん、それで解散っていうのは、補正予算を通して解散ってあり得る。で、補正予算を通さないで解散っていうのもあり得るんですよ。お<ー>うん、こんなにありますよって。政権党としてはそんなのやっちゃいますよ。なるほど。こんだけあるんですよって言いながらね、解散しちゃうっていうのはありますね。 あ、これ、ね、あの、あのドイツですら、消費税、まあ、ドイツではね、付加価値税と言いますが。付加価値税、半年で、でしょだから、日本だって1年間ね、下げたって言って、この間あれでしょ ?10 兆円の給付金は5%に減税したんと一緒だって西村さん言ったでしょああ、おう。それだ5%減税しちゃいいじゃないですか。それで今、補正予算で予備費10兆円だから、あと3兆円出せばそれできるじゃないのって話ですよ。一1年間限定。1年間限定でいいんですよ。うーん。 もうすでに財源はほぼ手当てができてるもんですね。すぐできんじゃね社会保障が、あの、危なくなるな、うんて大丈夫じゃないですかって言えちゃいますけど、財源あるじゃないのって言ってね。確かにね。うん。<laughs> <laughs> なぜそれができないんですか不思議ですね <laughs> <laughs>、えー。今日のスクープアップ5月の全国百貨店売上高を入り口にしまして、足元の経済この先どう立て直すというところをお話しいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、ニュースに対していろいろいただくんですが、はい、今日はですね、ポケモン GO への反応もすごいですね。<laughs> まあ、ポケモン GO の話のきっかけになったのはココアっていう厚労省が作ったアプリですね。コロナウイルスに、まあ、かかった人と接触したかどうかっていうのを、まあ、簡単にアラート鳴らしてくれるようなものですが、<laughs> イエローさん、横浜西区の方、えー、今日高橋さんが大好きなポケモン GO の話をされて嬉しかったです。私も未だにやってます。<laughs> ココアも試しに入れてみました。これ浸透するといいですね。GoTo キャンペーンのインセンティブなどささやかな楽しみがあれば入れる人増えそうなんですけれどもと。なんかインセンティブを与えたらいいですよね。うんあの例えばイベントの時にね、ここ入ってますかチェックするとかね。<laughs> あ 入り口でだって、それはすぐその場で入れることできるじゃない、確かにそうですね、1分まではできちゃいますよね、国家はね、でもそれはただだしね、あと秘密のカレーとか言うんですけど、それは日本の合同省ですから、そんなのこと知ってませんよ、それは中華製のアプリと違いますからね、大丈夫だと、安全だと思いますよ私は実際ね、個人情報を特定して抜いたりとか、そういうことじゃないんだと。 うん、いうのはシステム上も抜いてたらすごいやり方ですけどね <laughs> <laughs> 確かに抜いてるにもかかわらずこんな簡単にインストールできるぐらいの設計っていうのをね「ポケモン GO」はいっぱいいただいてます長波ロードさん高橋先生も「ポケ GO」やってるのか、うんと えそれからあ日本たぬきさん、ココアについてですね、えー、私も早速インストールして使ってますが高橋先生おっしゃる通りもっと登録者増やさないといけませんよね、報道すべきはアプリの不具合じゃないと思うんですけれども。 ちょっとでもいいけどインセンティブつけてくれてねこれがあったらね入入場料はちょっと安くなるかってったらねもうみんな入れちゃうと思いますけどねさっきのイエローさんのご指摘で確かにゴートゥーキャンペーンと合わせたりとかしていいじゃないねこういった先でこれうん見せてくださいって言ってねでなかったらその場でインストールすればいいんだから結構簡単ですよこれそうですねなんかだからちょっと政府の方もね組みちょっとしてねポケモン語ぐらいに普及させてもらわないとねそうですねどうなんですかこういうのってやっぱりこう例えばインセンティブをこうやってつ

オッケー子園アップおかる時間が近づいてまいりましたまずはプレゼントご当選の方発表ですはい静岡え、えー、静岡土産の機動戦士ガンダムコッコ5人の方にプレゼントです鎌倉市の橋本玲子さん港区長井智子さん四街道市浜島公子さん横浜市羽賀康さんさいたま市櫻井隆夫さんご当選ですおめでとうございますおめでとうございます えー、明日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです今朝は数量制作学者高橋洋一さんとお送りしてまいりました高橋さんありがとうございましたどうもありがとうございました、えー、メールツイッターさまざまいただきましたがあのー 新型コロナにも効くんじゃないかと言われている新型新薬のアビガン、えーえー、インンフルエンザ新型インフルエンザね、えー、違うんですがどうしてこれが日本じゃ承認が遅いんだというところでですね6時台でちょっと取り上げたんですが、えー、ツイッターでもいろいろいただきましたタディさん、アメリカで承認されたものは何かあったときにアメリカが悪いと指さして言うだけつまり責任の取り方が楽でいいんじゃないかと <laughs>、えー、ガレホンさん、アビガン、アメリカで薬事承認させた方が話が早いような気がしてきました。えー、知見は患者さんの数がが多くないと話がす ない確かにアメリカは今コロナウイルスかかってる方、うん、世界で一番多いわけだから。うんうんうん 験はしやすこのとき、なんか副作用っていうこと心配するってことなんですけどね<ー>そのメリットとデメリットって必ずあるわけで、ね、その比較行為をしてもらいたいですね、<ー>あの先ほどの、ね、イージス・アシアの,、ね、<ー>のブースターの話と似てるんですけどね、ね<ー>比較行為をどんなものについてメリット、デメリットあるんで、それを比較して判断するってのが必要だと私は思いますけどねしかもアビガンの場合は新型インフルでも承認されてるってことは副作用もある程度見えてるとてことなんじゃないかと思っちゃったりすどうんですか も思うんで、だから、あとは、だから、効能の問題でしょっていうことですよね。うん、えー、というわけで、この時間の相手、日本総井田浩司と高橋洋一と。新庄一花でした。この後は、あなたとハッピーです。この後は、書き手の正しあなたとハッピー。